こんにちは、マナブです。今回は副業として始めようとするアフィリエイトは失敗するという話をしていきます。で、現在僕は、ブログを使ったアフィリエイトで生計を立てていまして、で、月の収益がだいたい200万円ぐらいとなっています。で、最近副業ブームみたいな感じでアフィリエイトだったり、ブログもそうなんですけど、始める人が増えていて、ただ副業感覚でやると、確実に失敗しますよっていう話ですね。で、それをお話しした後に、じゃあどうやったらうまく稼げるかみたいな話までしていこうと思います。で、まず1つ目、アフィリエイト、副業感覚でやっても、ほぼ失敗しますね。で、なんでかっていうと、昔のアフィリエイトって結構小手先のテクニックで稼げた時代があったんですけど、最近だともうちゃんと価値を生んだコンテンツっていうのを作らないと、稼げないからですね。例えば2013年頃とかだと、ゴニョゴニョテキストを詰め込んだサイトみたいなのを作れば、結構 Google とかでこう検索に引っかかって、で、そこからお小遣いが稼げるみたいな状況がありました。で、僕が初めてアフィリエイト始めたのもその時期だったんですけど、2013年ぐらいですね。で、その当時ワードプレスっていうツールを使って、で、アフィリエイトを始めて、記事をバーって書いていったんですけど、そしたら最初結構ある程度うまくいって、で、月5万円ぐらい稼げるみたいな感じでしたね。で、その時僕大学生だったので、アフィリエイトってこんな感じでやれば稼げるんだみたいな。で、もう稼ぎ方分かったし、じゃああとは遊んでよみたいな感じで、その当時はそんなアフィリエイトにコミットせず、サクッとお小遣いサイトだけ作って、あとは遊んでいた感じです。で、今となって思い返すと、その当時ってめちゃめちゃチャンスあったんで、もっとやっとくべきだったなとは思ってるんですけど、大学生だった僕はそれに気づかなかったです。で、それで最近だともう本当に価値を生むコンテンツ、記事とかですね、っていうのを書いていかないと稼げなくて、とはいえ、じゃあ、今から初心者が始めて全く稼げないかって言ったら、そんなこともないですね。イメージとして月、5万から10万ぐらい、最初これを目指すのであれば、全然チャンスはそこら中に転がってるかなと思っています。で、ただ大切なことは、アフィリエイトイコール副業でちょろちょろやって稼ぐみたいな、結構世間的にそういうイメージだったりもするんですけど、そういう意識でやると、多分失敗するかなと思います。っていうよりも、アフィリエイトってれっきとした広告ビジネスなので、そのあたり仕組みとかもちゃんと理解しつつ、自分で価値のあるサイトを作るみたいな、そういう意識を持って取り組めば稼げる確率が上がると思います。じゃあ具体的にこれからアフィリエイトを始めるにあたって、じゃあどういった場所を意識していけばいいかっていうのをお話ししていきます。で、ポイントは3つあって、で、1つ目は最初の半年はほぼ稼げないということを受け入れましょうということです。2つ目は本業と同じ領域で勝負するということです。3つ目は、経験に基づいた情報を発信するということです。それでは順番に解説をしていきます。まず1つ目、最初の半年はほぼ稼げません。なんでかっていうと、アフィリエイトって記事を増やしていかないといけないんですけど、最初の半年ぐらいは Google から、サイトを評価してもらうっていうことがすごい難しいので、記事をどんどん書いていったとしても、ほぼほぼ収益は上がらないですね。最初の半年間じゃあ0円で労働するのかって言われたら、本当その通りで、なので、99%ぐらいの人は挫折しますね。ただこの辺りの情報とかってちゃんと調べればいくらでも出てくることなので、仕方がないのかなと思いますね。で、あとアフィリエイトって、そもそも広告ビジネスですっていう話をしたと思うんですけど、例えば会社で新規事業を立ち上げるみたいなのを考えてみても結構一緒で、何かビジネスを立ち上げて、で、それで、じゃいきなり初月からめちゃくちゃ儲かるみたいなことって多分ほぼないと思いますね。で、それと一緒で、新しく事業、今回の場合副業としてアフィリエイトっていうビジネスを始めるにあたって、で、スタートして初月でめちゃめちゃ稼げるなんてことは、起こらないですね。なので、このあたりは、受け入れましょうという話です。はい、2つ目は本業と同じ領域で、勝負するということです。で、現在僕は、ブログで結構プログラミング学習の情報だったりを発信しているんですけど、で、それで、プログラミングを学習するにあたって、どういったサービスを使うべきかとか、どういった、参考書を使うべきか、どういったプログラミングスクールを選ぶべきかとか、そういった情報を発信していて、で、そこからアフィリエイト収益っていうのを得ています。
で、なんでかっていうと、僕がもともとプログラマーとして働いていて、でそこに専門的な知識を持っていたからですね。でそれを、ブログっていう形で、アフィリエイトなんですけど、発信することによって、で世の中に価値を提供して、でその対価として報酬を受け取るっていう感じです。これを見てる方って多分現在メインのお仕事があると思うので、そこで身につけた自分の専門性ですね。例えば、営業をやっているとかだったら、営業に関する話とかでもいいと思います。あともしくは、就活でなんか大企業に受かったみたいな実績があるんだったら、じゃあ就活対策についてブログを書くとかでもいいと思います。そんな感じで、現時点で自分が持っている価値っていうのを発信していく感じですね。で、いくらその SEO 最適化みたいな感じで記事を量産したところで、そもそも書き手に全然知識がなかったら、それって言葉選ばずに言うと、なんかゴミをこう積み上げていくようなもんなので、本業と同じ領域でアフィリエイトでも勝負するっていうのがいいと思います。で最後3つ目が経験に基づいた情報を発信するということで、でこれ、先ほど2つ目のポイントとも被るんですけど、僕が実際にアフィリエイトをやっていて感じることは、経験に基づいたコンテンツっていうのはやっぱり一番強いなと思っていて、でインターネットでいろいろ検索するときに、じゃあどういった情報を見たいかっていうと、やっぱり経験者の声とか、あと商品を買った人の声とか、そういった体験した人の実際の声だと思うんですよね。でそれ以外の情報とかって、正直公式サイトとか調べれば出てきますし、なのでアフィリエイトとして稼ぐ時も一緒で、自分の実体験に基づいた情報っていうのを発信していく。でこれめちゃめちゃ大切ですし、実際に自分が経験したことなので、情報の発信っていうのもやりやすいと思います。でよくある間違いとして、稼げるからみたいな理由で、例えば脱毛の記事を書いたりとか、あと稼げるからみたいな感じでなんか FX の記事を書きまくるみたいなっていう人もいるんですけど、ただそこに対する知識と、あとそこに対する経験っていうのがなかったら、正直アフィリエイトとして収益を立てるのはかなり難しいかなと思っています。なので繰り返しなんですけど、経験に基づいた記事っていうのを僕はお勧めしています。で、最後に補足として、今からアフィリエイトだったりを始めるんだったら、SNS っていうのをセットで始めるといいですね。僕の場合は今 Twitter をメインで発信していて、で、フォロワーっていうのが今3万人ぐらいですかね。で、これっていうのも、2年前ぐらいだとフォロワー全然少なかったんですけど、意識的に有益な情報っていうのを発信していくことで、フォロワーっていうのは増やしていきますね。昔はアフィリエイトイコール SEO みたいな感じで、Google 検索からだけ集客していればよかったんですけど、最近は時代も変わってきてるので、そういった場所を柔軟に合わせていく方がいいんじゃないかなと思っています。で、具体的な SNS の運用方法っていうのは、この動画の詳細欄に記事のリンクを貼っています。はい、というわけで今回は以上となります。副業としてアフィリエイトを始める方向けの情報でした。で、もしまだサイトとかを作っていないのであれば、アフィリエイトの始め方という動画を僕が作っているので、ぜひそちらもご覧ください。あと、もしよろしかったらチャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。